砂庭式枯れ山水池仙海遊式日本庭園とは、日本の伝統的な庭園である。和風庭園とも言う。日本庭園の構成としては、池を中心にして土地の起伏を生かす、月山を築いて、自然石としての庭石や草木を廃止、四季折々に干渉できる景色を造形するのが一般的である。 水が、見山から流れ出し、大きな流れになってゆく様子を表現する手法や、石を立て、また石を組み合わせることによる石組み表現、宗教的な意味を持たせた、宝来山や宝来島、鶴島、亀島などに見立てる手法が多く用いられる。池や流れを渡る通路には太鼓橋、飛び石、稀に、ジグザグ橋などが使われる。庭園内には灯籠、あずまや茶室なども配置される。 また枯山水と称される水を用いずに石、砂、植栽などで水流を表現する形式の庭園も作られた。白砂で水の流れを象徴するところに特徴があるが、これは庭園には水が不可欠のものであるという考えが潜む。庭園のことを山水と言ったのもそのためである。室町時代以降には枯山水は禅宗の思想と結びつき、 全寺などで多く作られていく。江戸期以降になると庭園内のみならず庭園外の景色を利用する借景という手法も広く用いられる。日本の庭園様式の変遷を紐解けば建築様式の変化や大陸からの宗教や思想の影響が庭を変化させている。磯崎うは日本の庭園が特に海などをメタファーにすることに尽きるように思われるのは 見立てというメタファー発生装置を作り上げたためだと述べている。策定器の記述も、地線やそれらを表現するための石組みなどでも、海など自然をメタファーとして表現し、見立てによって出形を行う策定手法を伝聞する。このようなメタファーを用いたのは、それが表現するものを不特定多数の人に伝える、浄土式や神仙などのような古来の思想を含んだ、 庭には表現すべきモデルとしての、湯庭などの儀式の庭はその場の神や同調者とが、前寺の庭も、景を修行の一つである思想を持つ人々が共有する、景が必要であるからとされる。建築から外部空間の問題は、近代期の日本においては、逆説的とされる。これは、日本の伝統的な建築的風土は、外部空間を自明なものとして厳然させているからで、ある。 近代建築のように様式の縛りがなくなり、すべての空間構成要素は等価となり、別の空間構成言語として、外部空間は意識されると、近代建築のフィルターを通して、日本の伝統的空間対する理解を深めていった。モダニストの建築では、外部空間の重要性に気づき、これを自らの空間表現の素性に乗せたのである。それを建築家、 堀口素敵は意識的に挙げている。堀口は明治大学建築学科での造園論の講義の中で日本庭園の起源としての自らの庭園感を披露している。この時従来の庭園イメージとは異なる庭園について述べると言って、三つの要素、古代の古墳、五福島神社、皇居の堀端を挙げている。そこでは建築も庭園も自然もそれらがより集まって、 一つの何か、空間構成、スペースデザインというような言葉に適合するような、非常に大きな空間を構成していると述べている。すなわち庭園を庭園と建築とに分割して、しまうのではなく、建築や自然さらには敷地が持つ雰囲気をも含めた、総合的で都市計画的な空間構成をもって、庭園とみなしている。1934年に発表した岡田邸は、 洋室部分と和室等外部空間である庭で媒介している。家と庭をつなぐ月圏台が南面した広間から伸び、そこから秋草の庭へと空間が遷移し、建物を外部へと開く魅力的な場所を提供している。こうした空間構成は堀口の戦後の作品にも見られる。和洋を併存させ、また建築と庭とを一体化させることで場面や奥行きを生じさせ、 日本の美意識に通じる空間構成を完成させるに至る。和風庭園の故障は、現在実際に造園される、通常の日本庭園を、昨今の洋風庭園と区別するため、和風庭園と呼ばれる場合もある。浄土式庭園浄土式庭園、小川自平作の景雲館本には県六園以下の三つの、日本。ただし、その由来や、選定基準は明確でない。 いずれも江戸時代に作られた広大な大名庭園が選ばれている点で日本庭園すべてを考慮したものと言えないことも指摘されている日本の特別名称一覧名称も参照のこと日本国外の日本庭園を参照オーストラリアカウラの日本庭園日本庭園19世紀後半欧米圏ではジャポニスムの流行とともに庭石、太鼓橋、灯籠 茶室などを配した日本風の風景式庭園が作られるようになった。現地の作庭家が日本をイメージして、本邦に制作したものもあれば、日本から職人を招いて制作したものもあるが、いずれも日本庭園と称される。1867年のパリ万国博覧会は、日本が初参加した万博であったが、この時に日本庭園が制作されて以来、 欧米で開催された万博において日本庭園は日本の出展物の目玉の一つであった。ヨーロッパでは貴族や富豪が日本風庭園を作るようになり、北米大陸でも公園の一角に日本風庭園や茶庭が制作されるようになった。この時期、ヨーロッパで活動した日本人庭師にハタワスケラ、北米で活動した日本人庭師に岸谷サブローラがいる。 お雇い外国人として来日していたイギリス人建築家ジョサイア・コンドルは1893年に日本庭園入門をケリーウォルシュ社から出版した。日本庭園の遠隔から構成方法至るまでを小川和馬の撮影による写真を多く用いて視覚的にもわかりやすくまとめたものでコンドルは 日本の庭園造形は、周囲の自然風景の特徴ある部分を選び出してレ、プレゼントしたものである、と説明している。この本は、イギリスの他上海やシンガポールでも販売され、小玉ミノルによると、当時この本を参考にアメリカなど海外で、日本庭園が実際に作られたとされる。第二次世界大戦後はアメリカで復刻され、現在でも講段社インターナショナルで復刻版が、 観光されている。イギリス人植物学者、レジナルド・ファラーは、日本やアジア諸国の植物採集旅行をする中で、日本の庭園に惹かれ、その経験が、ロックガーデンの造園法に関する著書に反映されている。また、戦前の日本造園学会や日本庭園協会、日本造園主会の設立などにも、石田清らとともに、 重要な役割を果たす竜井松之助は造園士の研究と教育の傍らで庭園に関する多くの著作を英訳し、海外への紹介に努めている。第二次世界大戦後は、姉妹都市間の交流の一環などとして新たに、日本人策定家の設計による日本庭園も作られていく。またアメリカ合衆国では、日本庭園愛好者のための専門誌も発行されている。 ありがとうございます。